リキュア声優スペシャル座談会、はい、イエーイ。真夏ちゃんのおかげですね。ありがとう。いい声だったね。オーディションの待合室のようなところでずっと石川さんに好きなんですってずっとラブを伝えていて、実は私石川さんのことを好きで、まいちゃんが好きです私って言ってるのいいなと思って。リラは言えない子なんです、そういうの。あ、いや、そうなの。なんか場をすごい盛り上げてくれるのが本当真夏らしいな。好きになっちゃう。本当好きね。ときめく常夏、キュア様。キュア様、夏海真夏役のファイルザイです。よろしくお願いいたします。きらめく宝石、キュアコーラル。キュアコーラル、鈴村さんご役の花森ゆみりです。ひらめくフルーツ、キュアパパイヤ。キュアパパイヤ、一ノ瀬みのり役の石川由衣です。はためく翼、キュアフラミンゴ。滝沢明日香、キュアフラミンゴ役の瀬戸あさみです。私の名前はローラ、夢は人魚の国の次期女王になることよ。ローラ役、日高里奈です。そうですね、やっぱり最初は信じられなくて、もう頭が真っ白になってしまったんですね。こうだんだんと実感が湧いてきて、なんかもう意味もなく地団駄は嬉しすぎて降ってしまったりして目の前がキラキラしてきて、これが真夏の言ってたトロピカってるってことかってすごいもう魂で感じました。あ、もう私も正直こう分かりましたよって結果をいただいたとき、コーラルちゃん、すごい可愛いコーラルちゃんって私なんですかって言って、本当に全然信じられなかったなっていうのが、こうやっぱり初動の感覚で、でもやっぱ改めておもちゃだったり、こうアニメの中で彼女を演じさせていただくたびに、本当にコーラルちゃんの声当てられて声優になってよかったなっていうのをすごい感じます、現在進行形で。本当毎年プリキュアはシリーズが変わるので、オーディション自体もこう毎年あるものではある、うん、あるんですけど、なので私もこうオーディション自体はこう受けさせていただく機会もあって、でも何年もこう受けてると、もう私にはプリキュアになる機会は来ないんじゃないかなみたいな気持ちも若干あったりしたので、いや受かったって聞いた時は、え、私もついにプリキュアになれちゃうのっていう感動がありましたね。やっぱり子供たちが大好きなプリキュアになって、そして早くそのみんなのキラキラした笑顔を見に行きたいなってすごい思いました。私もプリキュア今まで何度かオーディション受けさせてもらってたんですけど、なんかもうそれこそプリキュアのオーディションってもう受からないものだなぐらいに思っていてたくさんの人が受けますし、でその中でやっぱりこう1年に1作品でこの、まあ、5人であったり、まあ、その時によって人数は違いますけど、これはもうなかなか選ばれることはないんじゃないかなっていうふうに思っていた中、今回このキュアフラミンゴで役を任せていただいて、もうとにかく驚きと嬉しいっていう気持ちでいっぱいでしたし、何より本当に自分自身もとっても嬉しかったんですけど、本当に、まあ、事務所のマネージャーであったりとか、なんか両親だったりとかがすごい喜んでくれたのが嬉しくて、しかもプリキュアってやっぱすごくキラキラしていて、もう子供たちに夢とか希望とかを与える作品だなって思っていたので、そこに関われるっていうのも嬉しいですし、早くこう楽しんでるファンの皆さんの顔を見たいなっていう気持ちはすごいあります。私はもう本当初代のお二人はプリキュアからも大好きで、小さい頃からも憧れの存在だったので、まずその私自身オーディションなかなかタイミングだったりスケジュールの都合で受けられなかったので、その今回オーディションに参加できるよっていう聞いた時点ですっごく嬉しくて、やっとなんかこの作品には少しでもなんか関われるんだっていうのが、でそれでまさかの役もローラ役で決まりましたっていうことで、一瞬ほんと時が止まったかのようなってなってから、なんかじわじわと実感が湧いてきて、1時間ぐらいほんと事務所にいたんですけど、たくさん踊りました。嬉しすぎて、一緒に座ってたんですけども、ずっとコロコロ
動きながら、でもマネージャーさんにもう私がどれだけずっとプリキュアが大好きで、まあ、声優になってのも一つの夢というか目標でもあったかっていうのをずっと語り、でその担当のマネージャーさん以外にも他のなかなかお話ししたことがないマネージャーさんにまで、私プリキュアに大好きで作ってもらいましたっていうのをもうみんなに報告するぐらい本当に嬉しかったですね。トロピカってるね。使ってます。あー、それこそ私オーディションの時間帯が石川優衣さんと日高里奈さんと一緒だったんですよ、はい、でオーディションの待合室のようなところでずっと石川さんに好きなんですってずっとラブを伝えていて、いつか一緒に共演できたらな、そしてプリキュアが一緒だったらいいなって思いつつずっともう好きですっていう話をずっと延々としてて、で日高里奈さんはローラと真夏の掛け合いを一緒にオーディションで やらせていただいたんですね、うん、でやった時にすごいなんかあ、ローラだって、でこのローラだったら私ものびのびと真夏でいられるってすごいなんか安心感安定感がすごくあったので、キャストが決まって知った時にローラがリナリーですっごい嬉しかったですし、パパイヤさんがもうユイさんでもうグーってなって、でユミリンは別の作品でねちょっと共演はしつつもなかなかお顔を合わせたことはなかったんですけど、かねてよりすごく可愛い声だというのはもう存じていて、もう絶対あるじゃんと分かってましたし、瀬戸さんはもう同い年なんですけれども、なんかもうやっぱり演技の幅の広さだったり技術的な部分でのすごい頼もしさだったりで、すごくフラミンゴさんのように尊敬してた存在の方だったので、フラミンゴさんに決定された時はもうすっごいなんか私の中でしっくりきましたし、素晴らしいなって思いました。私だけすごいなんか温度感めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、すごく嬉しい。私瀬戸さんと同じ組でそう時間帯受けさせていただいていて、こうその前の年の、ね、プリキュアのオーディションも一緒ですごいよね、プリキュアになりたいですねって言って瀬戸さんとちゃんとお話ししたの、現場とか仕事とか全く関係ない朝の海で出会って、私が趣味でダイビングをするんですけど、ゆみりちゃんも行ってみたいって言ってくれて、じゃあ行くって言って連れて行ったのがあって、すごい美人な姉ちゃんが魚の定食食べてるところを花森ゆみりですみたいな出会いをしてて、だからなんか海の作品で無理強でご一緒できて、なんか本当に運命ってあるんですね。勉強がありました。もうメンバー聞いて、ああもう安心感このメンバーならもう私もなんかみんなに頼れるしみたいな気持ちもあったし、ま、最初はそういう気持ちだったんですけど、よくこうキャラクターと照らし合わせると本当にみんななんかキャラクターとぴったりで、もうファイちゃんは真夏と同じように本当に引っ張ってってくれる嬉しい。そう、もうファイちゃん自身はこうなんか私はそんなそんなって言ってくれるんですけど、なんかあった時にじゃあ私やりますって積極的に先頭切って言ってくれて、なんか場をすごい盛り上げてくれるのが本当真夏らしいなと思うし、本当好きになっちゃう。もうコーラルとサンゴちゃんと同じでなんかもう本当に優しくて、こうすごいいつも何でも笑顔でニコニコしてくれるのがすごい癒しで、そう私もなんかすぐなんかこう教えてとかって言いたくなっちゃう感じだし、もうあさみちゃんはあさみちゃんでもうほんとあすかさんのようにかっこよくて、もうなんか前よくスタジオとかにも自転車とかでさっそうと現れる姿がすごいあすかさんっぽいみたいなところあったり、りなちゃんはりなちゃんでこうなんかすごい可憐な見た目と裏腹にこうすごい芯がしっかりしてて、なんかそんな姿がローラにぴったり、そしてこうちょっとこう言葉としては強いことをローラは言ったりするけど、嫌味じゃなくてすごい可愛く感じちゃうところ、すごい絶妙なところを演じてたりして、もうなんて素晴らしいキャストなんだって個人的に熱くなってます。
そう、汗かいちゃった。なると書きますよね。最高です。いやもう嬉しい、こういうなんかみんなのこと話せるのめっちゃ嬉しい。嬉しい、楽しいね。この時間めっちゃいいって。いやそれこそ本当もうみんな話してくれたことも多いんですけど、もうオーディションでやっぱゆみりちゃんとは伝わってましたし、それこそプライベートで遊びに行ったことの方が正直思い出深かったりもするんですけど、いや本当にこうなんだろう、年下なんですけどなんかすごくしっかり者だし、すごく考えも深い考えを持ってて、なんか年下とは思えない感じなんですけど、でもこう一緒にいるとこうちゃんとなんか頼ってくれたりとか、本当に可愛らしい部分がたくさんあって、うん、でコーラルの役どころもちょっとこう一歩引いたというか、謙虚さみたいなもの、でも自分の好きなもの、大切なものがあるっていう芯の通ったところっていうのが本当にゆみりちゃんにぴったりだなと思って、なんかいつもコーラルでときめいたりしていますし、ありがとうございます。嬉しい、上達しちゃう。ゆみさんはもう結構前から現場でご一緒することもあって、もうなんででしょう、この見た目から感じるこの安心感オーラ安心できる、もう一緒にいてくれるだけで安心してくれるオーラもあって、うん、本当にこれからも一緒にいたいなっていう、また告白みたいになっちゃってバイちゃんと同じ気持ちかもなんですけど、そんな気持ちもあって、でバイちゃんはドラマ CD だったかな、ほんとちょっとしか会ってないんですけど、やっぱりなんかもう業界の中ではもう話題の人だったので、うん、そんなそう、まあもう名前もそうですし、なんかファイルーズ愛っていう名前もそうですし、なんかプロビットさんになんかすごい子がいるらしいよって話をやっぱ聞いたりもしてたので、ずっと気になる存在で、で実際その現場だったら挨拶して声をかけてくれて、その時からもうやっぱノリノリな感じの挨拶なんだから、もう面白くなっちゃって、なんで今回プリキュアで関われて、もうこんなに楽しい子なんだっていうのをもう再認識できて、もうここから1年間収録がめちゃめちゃ楽しみだなっていう風に思っていますし、私こそ、私こそです。もうこちらの日高里奈さんはこちらの日高里奈さんはになるんですけど、もうめちゃめちゃ付き合い長くても10代の高校生ぐらいの時から、はい、もう仕事でも会ってたし、プライベートでもめちゃくちゃ会ってて。もう本当なんだろう、もう家族に近いぐらいの関係性なので、まあ、今回本当にこの同じタイミングでプリキュアって作品で決まったっていうのはもう本当に衝撃を受けて、で最初はこの役が決まったっていうのもまだこうオフレコでっていうか言わないでくださいって言われてたんですけど、てかそれをどのタイミングでお互い言って言えないのかっていうのをすごい探ってて、でマネージャーさんも私たちが仲いいのを知ってるので、絶対まだ言っちゃいけませんみたいなすごいなんか言われてね、なんか連絡ここどうしようってしてたのね。そうですね、でも本当に私もその瀬戸あさみ、仲のいい、普段から仲のいい瀬戸あさみちゃんが同じタイミングでプリキュアの作品で1年間一緒にできるって聞いた時はめちゃくちゃ嬉しくて、うん、でそのマネージャーさんも長いこと知ってるので、まあ、最初に関われるよって報告とともに、うん、実はその中に瀬戸あさみちゃんがいますっていう演技のなんか報告みたいなのを改めてしてくれるぐらい、うん、そのマネージャーも一緒にできることを喜んでくれたんですけど、でもやっぱりプライベートでもそうですけど、お仕事で一緒にお芝居で掛け合えるっていうのもやっぱり大好きな人だからこそ嬉しいというか、尊敬できる部分もたくさんあるからこそ、やっぱり私も頑張るぞっていう思いでいっぱいになりましたね。でもハイちゃんはオーディションで掛け合った時からもうサマーだって思ってしまうぐらい本当ぴったりだったし、実は現場でご一緒するのは初めてになるんですけど、でもそんなオーディションの会場でもやっぱり話しかけてくれる、でみんなにちゃんと分け立てなく話を振ってくれるあたりも座長としてなんか尊敬できる部分というか、それがまさにこの出来上がり現場でも、まあ、始まったばかりでもありますけど、本当にファイちゃんがいてくれるだけで
みんながハッピーな気持ちになるので、ありがとう。助かっております。ありがとう。いつもなんか私がこうなんか結構伸び伸びとやって引っ張ってるって言ってくれるんですけど、私その皆さんの中で一番まだキャリアも低くて経験も浅いので、むしろ私がこんだけ伸び伸びとできるのは皆さんのフォローあってこそなんですね。こう私がこう自由度高くできるのは皆さんがこう息を合わせてくれたりとかタイミングを合わせてくださってるおかげなので、そこはもうテレンテクダのベテランの皆さんはさすがだなっていう尊敬の気持ちでその言葉好きねもうすごいあのリスペクトとか持ってあのいつも見てますありがとうございます。なんか実は私石川さんのことが好きで私もだからねそうなの、あのオーディションの時に同じ空間にはいてで、ファイちゃんが好きです私って言ってるのいいなと思って私にはそんなそう、リラは言えない子なんです、そういうの。あ、そうなの。だからずっと聞いてたよ。あ、本当に恥ずかしい。で、同じ思いだよって思いながら全然話しかけられず、本当挨拶だけして、うん、でもキャストで決まりましたの中にあった時にすっごい嬉しくて、でもだからこの取材があってよかったなと思って、やっと言えたと思って感謝したいぐらいで、もうそれこそ本当お芝居だったりとか、あと普段のなんて言うんですかね、優しいこのオーラというか、カレン、そうなんですよ、まさに後で語ろう、石川さん語ろう、好きな子同士でねそうだからこれからまたじっくり、あの現場ご一緒できることがめちゃくちゃ楽しみですし、でもユミリちゃんはもう長いことずっとレギュラーがずっとお世話になってます。一緒でなんなら本当もうずっと何かしらの現場でね、途切れることなく、もう初めて作品でコメインの役やらせていただいた時からもうリナさんは本当にずっと一緒にいてくださってるイメージがあって、だから今回もご一緒ですって言われて、なんか私の成長をリナさんにめっちゃ見届けてもらってリナちゃんさんともしててでもなんかやっぱりずっとそのユーリンちゃんが作品に対してだったりとかお芝居に対して真摯に向き合っていってる姿をずっと見てたからこそ、もう素敵なコーラルちゃんになるんだろうなって思ったし、実際にやっぱお声を聞いたらこのふわっとした可愛らしい優しい雰囲気もそうだけど、でもやっぱりその戦う時のちょっと芯の強さとかっていうのも本当いい塩梅で、とても素敵だなと思って、もう皆さんおっしゃってますけど本当に安心なメンバーだなとその最初に思いましたし、今現在収録が始まってより思っております。ツアフレコか、やっぱりずっと喋ってましたし、あの結構真夏が私の想像していた以上にハイテンションな子だったので、やっぱりものすごく早口だったりものすごくテンションが上がったりっていう感情の差がすごい激しい子なので、喉をすごい使いました。第1話を終えてから少しした後にあの結城葵さんにお会いすることがあって、私あの必殺技とかで喉が枯れそうになっちゃうんですけど、どうやって喉を酷使しないようにすればいいですかって聞いたら、あの練習をしすぎないことって言われて、でもちろん練習するのは大切だけど、その現場だからこそあの生まれるセリフのなんか重さだったり抜け感だったりとかもあるから、練習して喉をいっぱい使ってガチガチに固めすぎない方がいいよっていう素敵なアドバイスをいただいて、あの確かに私ずっと喉にも肩にも力を入れてビクトリーとか言い過ぎてたなと思ってた部分があったので、そのアドバイスをいただいてから、あのちょっと2話以降3話以降は少しなんか心にもゆとりが出てきて、真夏の伸び伸びとしたの表現とかが よりやりやすくなったんじゃないかなって思いました。コーラルちゃんは結構やっぱ真夏ちゃんに最初作用されて、あって心を動かしていくっていうシーンがとっても多かったんですけど、そのやっぱ3話までに真夏ちゃんが本当になんだろう、そのトロプリの軸としてドンっていてくれるから、あここについてこうって思って、コーラルちゃんもすごい自然に演じられた感じが私はしていて、だから本当になんだ真夏ちゃんっていう軸がしっかりあったからこそ、全然こうサンゴちゃんは何も悩まずに
でもこの真夏ちゃんの眩しさでコーラルちゃんは一歩踏み出していくんだっていうので全然こう難しさとかは感じずできました。ありがとうございます。真夏ちゃんのおかげですね。ありがとう。いい声だったね。ゆいさんは初登場のパパイヤさん会の時どうでした？そうね、その私たちもあの登場順番なので最初の方はあの出てない回もあったりするんですけど、でもあの出来上がった声の入った映像っていうのはその度にいただいてたので、あ、こんな風にアフレコしていくんだなっていう思いもありつつ、ただちょっとみのりちゃんは難しい部分もあって、まだあのなかなか感情をあまり出さない子っていう情報はあったんですけど、どのぐらい出さない子なのかだったりとか、今後どんな変化があるのかっていうのがまだいまいちアフレコ前は分からなかったんですけど、あのスタッフさん自身もまだ完全に固まりきってないので、あのぜひ石川さんと一緒にこれから作っていきたいですっておっしゃっていただいたのがすごく私の中では印象的で、そうですね。でもなんかこう真夏たちの後ろ背中を見つつ、そしてローラからもこう頑張りなさいよ、あなたやりなさいよって言ってもらうことによってこう一歩踏み出せる感じはなんかすごく共感できる部分もあったので、すごい楽しく演じられたなって思ってます。私がもう出番があった時にはもうすでに4人ともみんな揃っていたので、もうなんかやっと参加できるっていう嬉しい気持ちの方が強くて、正直そんなにあの緊張とかはなくあのお芝居させてもらったんですけど、やっぱりみんなの声聞くと楽しいですね。やっぱ一人で家でリハーサル VTR を見てる時ってやっぱ想像でしかなかったりするので、やっぱ現場に行ってみんなの声を聞きながら一緒にできるとなんかもう自然にこう出てくるというか、あ、もしかしたらアスカさんってこういう人なのかもとか、そういうのが周りとの関係性でどんどん分かってくるなっていうのは現場で思ってて、まあ、緊張はしてなかったって今言ったんですけど、家でそのリハーサル VTR を見た時にあまりに変身シーンがかっこよすぎてフラミンゴさんのに圧倒されて家で一人で笑っちゃって、もうかっこよすぎてえっ笑いがこみ上げてきちゃって、で、まあ、何度見ても変わらないんですけど、何度も何度もなんか巻き戻してなんかそのシーンを確認しちゃって、もう本当そのもちろんキャラクターって私たち声優だけじゃなくてやっぱ絵を描いて動かしてっていうの全てが合わさってキャラができると思うんですけど、だから本当にフラミンゴ作ってる人の愛情がすごいっていうのは最初の登場回でめちゃめちゃ感じましたね、はい、それこそなんかフラミンゴさん初登場回の時はもうみんなで風が吹いたって本当にあの風はねちょっとアニメ見ていただいた方なら絶対伝わるはず、うんうん、なんか最初はもちろん あと1ヶ月でアフレコが始まるとか1週間前だとか3日前2日前とかすごくドキドキしていたんですけど、やっぱ台本読んだ時にまず楽しくて、で実際に現場に行くともう1話の段階で本物の真夏だみたいな、ここにいるっていう、もうそれだけでなんか緊張というよりも楽しくなってもうワクワクしちゃって、で隣に真夏がいるからこそもうローラとして自然と出てくるというか、だからなんか変な緊張っていうのはもう全く第1話の段階からない状態で楽しく掛け合いができたなっていうふうに思っていて、でその2話以降、まあ少しずつですけどキャラクターも登場していって、でそれもやっぱりもうみんながそこにいるかのような感覚になるので、本当に毎週なんか楽しみだなって思える現場だなって思いますね。はい、うん、そうですね。やっぱあのアニメより先に4人の変身姿、うん、そして一緒に戦ってる姿が見れるとこじゃないですか。うんうん、間違いない。でね、パパイヤさんとかフラミンゴさんってこういう表情で戦ってたんだとか、確かに、うん、そう、初めて私たちね、アフレコ自体もねまだ、うん、全員揃ってなかったから、その初めてみんな揃って変身したっていうのを私たち自身も嬉しかったし、見てくれる皆さんも多分テレビより先に見ていただけるのがポイントだよね。ですね。
そのローラのなんかちょっとあの強気な感じ引っ張ってくれる感じもあり、フラミンゴさんの頼もしさもあり、パパイヤさんの知的な感じもあり、コーラルの可愛さもあり、真夏の元気もありって全部ギュッて入ってて、もうこれ見ればトロプリがどんな作品なのか一目瞭然ですよね。確かに本当海だったり空だったりとか全部が綺麗だから、それだけでももうね気持ちがパッと明るくなるね。ね、特にあのやっぱストーリーの中でもあのヒープリの皆さんにダンスパーティーに誘われてっていうストーリーで、あと3分で始まっちゃうって頑張って向かっていくストーリーなんですけど、やっぱ最後にはヒープリの皆さんとトロプリの皆さんがこう一緒に踊ってるところがもうやっぱ胸にくるものがありました。一緒に踊りたくなっちゃうって本当に飛び交ってました。はい、みんな誰しも好きなものがあって、それに向かって頑張ってやるぞってあの 思う気持ちってあると思うんですけれども、真夏やみんなを見てあのそれぞれ本当に個性豊かなキャラクターたちなので、自分と似てるなって感じたり共感できる部分って必ずあると思うんですね。で それあのそんなキャラクターたちに私たちも寄り添って一生懸命あのトロピカっていきますので、画面の前の皆さんも私たちと一緒にトロピカっていきましょう。はい、もうこのトロピカルージュプリキュアという作品はなんかこう生きていく上でのビタミンじゃないかなってくらい本当に弾けててキラキラと輝いている作品で、こう学校だったり会社だったりこういろんなところで頑張ってる人たち、ね、ちょっと疲れちゃったなって思った時にぜひこう見てもらって、あ、うわすごいいっぱいビタミンもらった、こっから1年頑張るぞってくらい、なんか本当元気もらえる作品になっていると思っております。こう演じていてもとにかくほんとキラキラ明るくって、なんかもう逆に泣いちゃいそうになる明るすぎて泣いちゃうよってくらい本当素敵な作品になっていますので、1年間トロプリというビタミンを得てこう一緒にトロピカって頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、やっぱりプリキュアシリーズがここまで長く続いて応援してくださる方がこんなにたくさんいるのっていうのは、やっぱり見ていて勇気だったり笑顔が、もらえるからだからこそだと思うんですけれども、私もこう演じていてもキャラクターたちにこう勇気もらったりとか、真夏の勢いに引っ張られて笑顔になってしまうことがすごくたくさんあるので、見てくださる皆さんもそんな風になってくれるんじゃないかなと私も今からワクワクして、まずは私たちが一生懸命演じ楽しんでやることできっとみんなに伝わるものもあると思うので、精一杯これから演じていきたいと思います。1年間どうぞよろしくお願いします。そうですね、もうこの作品を見てくださったらきっとあの皆さんの憧れみたいなものに出会えるんじゃないかなっていうふうに思っています。本当にこの太陽と海と輝く、海と2回言っちゃった本当に景色にもこう気持ちを外に連れ出してくれるような、あのすごく気持ちいい、潔い、爽やかっていう本当に前向きなものがたくさん詰まってるので、ぜひ皆さんもトロピカルージュプリキュアを見てトロピカってもらえたらと思います。本当にとにかく笑顔になれるような、前向きになれるような明るい作品になっています。でそれぞれあのキャラクターたちの悩みだったり葛藤っていうのもあるんですけれども、あの真夏に出会うことでみんなが成長して、で一歩ずつ、ね、前に進んでいく姿っていうのもきっと皆さんの勇気というか背中をね押してくれる、そんなシーンだったりセリフになっていると思いますので、ぜひ1年間楽しんでください。よろしくお願いします。映画トロピカルージュプリキュアブチ飛び込めコラボダンスパーティー、見てね。はじめまして、トロピカルージュプリキュアキュアサマーだよ。3月20日にヒーリングッドプリキュアの映画があるんだって。そこに